にゃんぱすはい、どうもこんばんは、アニメリアク職人こと、マジダイのゲニハマです。はい、現在5月8日日曜午前3時24分ですね。はい、今日は風呂場で頑張っております。もう暑い、25度超えてるんでね、ちょっと扇風機の音だけご了承ください。はい、ただいまですね、ラブライブの虹ヶ崎の6話と、そして今スパイファミリーの5話見終えてアップ終えたんで、ここからはですね、格好の稲付け3話いきたいと思います。はい、では簡単に自己紹介。僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしたハーモニカ、そしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ全ての仕事が奪われ、3月に87連休経験、これ新記録、4月が26連休、そして今日が21連休目です。はい、収入も仕事も全くないというね、不安な中でも皆さんにね、何か一つでも希望を感じていただければと思って、一日も休むことなくアニメリアクション活動を続けて773日目です。ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストにですね、作品別にまとめてあります。今年の、9月頃ですね、でかい発表がありますんでね、ぜひともお楽しみに。それでは行きましょう。D アニメストアです。3、2、1、スタート。さ、ですね、くのいちつばきと、もうこうなんだっけ、よっ、もうちょっとしたいね。はい、くのいちつばきとですね、向こうは、処刑少女の生きる道はね、また今日、夕方以降にやりますんで、ぜひお待ちください。あ、ちょっと、キャラクター表出しとこう。天野エリカと、妹が、なんだっけ、ちょっと待って、やばい、キャラの名前が出てこない。天野エリカと、いかんいかん。あ、そうか、海の幸か、海の幸と、それから、ちょっと待って、これ間違えた。あれ、あの、テストで勝とうとしてるの、瀬戸やったっけ、あの、前回同居することになりましたね、2週間。瀬川ひろや。7.2 キロか。アイコンが特攻で。死に死にだ。あ、サチから死に死に。アイコン唐揚げやん。本当のお父さんより、一切関与しないことね。
勉強に集中ができる。瀬川ひろに告白やな。ラッキースケーベ1話に続いて、ヤモリかい、ヤモリやないか。えいいいやそれああ、ヤモリは触れます。うん、インスタグラマーやったな、そういや。充電器がないのか。ないんちゃう。あ、持ってきたんちゃう。送られてきたんちゃう、これ。どないすんねんこれ。どけさ。デフ版か。おっと、ラッキースケベ。あ、いつインカメになってんので、いわゆる何？
勉強したいもんね。ああ、うまいこと取り寄ったな。言うんかな、瀬川博のことを。誰や、どうしても届けた人誰や。この名機勉強道具在中超速便ゆえみかん箱街角魔族か。髪型が決まってるね。あのまま寝てんのか。噂になってんじゃんかこれ。ああ。上杉風太郎と一緒ね。字汚っ。ちょっとこれ字汚すぎひん。あれ字こんな字汚いの瀬川博って。かけてもしてんちゃう。
やっぱり。ほかしたぞ。なるほど。告白ではないやろな、きっと。なんでちょっとカッコつけてね。わかるんかい。さ、告白なわけはないわな、そら。ただの宣戦布告やん。惚れた。38.2 じゃなんてこった。なんやと。ラインノートそのままやな。
朝やったんかこれ。見たんかな、書いてたんかな、一員だって瀬川に。変人扱いされてて来たのか。6件。終わった。次回動くなかったな。というか中途半端に23分3秒なんよね。はい、ということで終わりです。まあとりあえず同居生活が始まり、まあ、お互いのことは関与せえへんという約束をしたものの、まあ、勉強道具もなければ充電器もないということでね、それが届いたエリカに貸してくれと頼んでしまう。まあ、関与はせえへんとはいえやむを変更でね、まあ、そこからはインスタグラムのための、カメラマンやらされてたりとか、レフ板持ちやらされてたりとかね、結構こき使われてましたね。うん、で、あれ、まあまあ大丈夫なんかな、そのか、1話かなんかでね、エリからストーカー出てきたけど、
そのこの休日を過ごしている写真誰が撮ってんねんという問題後になって出てきたりせえへんかな、これ心配しすぎ、うん、でまあそのね、あの水かけた瞬間に写真撮ったのってあれ、なぎって写真の心得もあったんかな、そんのなかったと思うけどな、1話見た限りではセンスなかったはずやけど、なんだんだん知ってたんやろ、まあそれがバズったということですね。でまあ学校ではまあ瀬川博に、宣戦布告したことでまあバカにされるということでね、なんかわけわからん陽キャに賭けの対象にされたり、誰やねんっていうガリ勉キャラにね声かけられたりだとか、うん、まあ、その中で、実力テスト、その期末テストの前の、ね、実力テストだけで1位取ったというので、まあ、瀬川博直談やな、まあ、まあ告白じゃないとは思ったけど何もかも勝ちたいと、まあ、瀬川博がものすごい負けず嫌いということがまあ今回判明しましたね。なんだんだん赤面して言うたらまあ告白とは思わんかったけど、赤面して言うたのはあれを言うこと自体が恥ずかしかったのか引っ込み思案なんかな、うん、でまあそれはええとして、であの水をかけ合ったことがまさかね風を引く伏線でええのこれなってたとはね、で あれやりたいことの紙に書いてたんかな、その1位取ってエリカに告白するって、エリカちゃうわ瀬川博に告白するって書いてたんかな、それをエリカ見てしもたんかな、ちょっとそこ一時冷静な分からへんかったんで、まあちょっとまた後で見てみます。でまあまあとにかくエリカはそんだけ勉強するのすごいだけど、いつも勉強してて、まあ気持ち悪がられてたわけよね。そんな気持ち悪いことなんかな、人が頑張ってる姿っていうのは。まあ中高生からしたらそうなんか、やっぱなんか一生懸命やってる人ってこうまあバカにされるというかね、いじられるというかね、あるけど、まあそうか、だからナギはずっとそういう感じで生きてきたわけね、まあ、それをエリカに初めて褒められたというか、うん、だからなんかこういったちょっと些細なことで2人は近づいていくんかな、まあまだ3話し全くわからんですけどね、うん、またサチがねその死ね死ね死ねって送ったことからやっぱりまあ嫉妬してるのは見えるし、今のところサチだけかな、ナギのことを吸い取んのは、まあ、ヒロとはエリカは全くかな、今のところはどうなんかな。でエリカがそのどうしてもそのインスタグラムをやって伝えたい人がいるって誰やろ、それが今回一番気になるね、誰なんやろな、うん、でまあ瀬川博はね最後こう勉強どうしても一途なのっつってこうね一歩踏み出したところで終わると、なんとも気になるところで終わったな。要はあれ試験当日やね、決まってたっけ、中間か当日だね。まあどうなるでしょうね、ここで果たしてヒロが1位を取り返すのか、まあ、そこでだいぶね話が変わってくるんで、まあ楽しみです。はい、以上格好のいいなづけ3話でした。よかったらチャンネル登録や高評価ぜひともよろしくお願いいたします。でまあ冒頭でもお伝えしたようにね、今収入仕事全くありません。まあそんな中でもねもう773日ですよ、こんだけ続けてきてるっていうのは自分でもなかなかやっとるなと思いますけど、まあ再生数はほんまにまあ全くね振るわないくて、まあ1週間ぐらい前、10日ぐらい前からちょっともうね一回バグってねやめますっていう動画出しましたけれども、まあ今復活して元気にねまたリアクション楽しんでますんで、ぜひですね皆様の何か一つでもねちょっとでもいいんで希望になれればなと思ってます。パフォーマーなんで、はい、ぜひ応援してやってください。はい、ただ、ショーしてる姿をね見ていただきたいので、まあ、過去のパフォーマンス動画という再生リストか、あとはジャグリング、パフォーマンス再生、雑談というね再生リスト、どっちか一つもねちょっとポチッと押していただいて、なんか一個の目でね動画見ていただければありがたいです。でいつの日かね僕は生で皆さんねショーを見ていただきたいと思ってます。これまで5人の方が見に来てくださって、ね、くださってますんで、まあ、そのためにもね、まあ、僕のことを知っていただきたいんで、ぜひとも説明文読んでやってください。よろしくお願いします。はい、いつかどっかでお会いしましょう。いずれ、はい、以上ですね。アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜田さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。